はい、皆さんこんにちは。今回はね、登山でもソロキャンでも車中泊でもないんですけども、もうねサムネイルで見ていただいて分かっている通りですね、カレーの話です。山小屋カレーですね。はい、ちょっとね、山小屋カレーのね話をね、なんでこう熱く語りたいのかって言いますと、やっぱりね、こう山小屋って結構標高の高いところに あるわけでして、実際そこにねハイカーが、行くためにはですね、もう足でねそこにたどり着くしかないんですよね。まあ、そういったね、環境を考えるとですね、やっぱりその山小屋で食べるカレーっていうのはね、やっぱりこう平地で食べるカレーに比べると、まあ、実にね貴重だということで、もう林木式はね、登山の時に山小屋にね行った時にはまずね大体カレーを食べたいなと思ってね、カレーを食べるようにしております。まあ、そんなね数々のね山小屋で食べてきたカレーの中で、今回はねもう厳選してこれはというねカレーをね、3選という形でね3つご紹介していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、1つ目ですけども、ですね、こちらは八ヶ岳になりますね。八ヶ岳の、硫黄岳と、赤岳というね、この稜線、硫黄岳と横岳と赤岳というね、この主稜線の間にあるですね、硫黄岳と横岳の間にある硫黄岳山荘というね山小屋があるんですけども、まあ、こちらね、夏の参考で、赤岳コースに泊まって、ぐるっとね、日帰りで周回したんですけども、まあ、その時にね硫黄岳山荘のカレー初めて食べたんですよね。で、特にそうね、あんまりこう硫黄岳山荘ね、こうカレーが美味しいとかね、そういったことの情報を事前に聞いてたわけでもなくて、ね、マークしてたわけでもないんですけども、なんとなく、まあ、カレーにしてみようかなと、やっぱり山小屋行ったらカレーですからっていう感じでね、こうカレー食べてみたんですね。で、ちょっとね、動画の中でも軽くお話ししてたんですけども、スタッフさんがちょっとね、個性的な方だったのか、愛想がちょっとねいまいちだったみたいなことをね、ちょっとぼそっとくすぐやいたりしたんですけども、なんとそんなね対応をねもう帳消しするようなね、めちゃくちゃ美味しいカレーだったんですね。いや、本当にね、なんて言ったらいいんでしょうね、まあ、基本的に林木式はねこう具材がゴロゴロしてるね、しっかりめの、手作りカレーっぽいカレーが好きなんですけども、八ヶ岳硫黄岳山荘、ね、こちらのカレーはね本当にしっかりしたカレーで、手作り感もね満載で、本当にね印象に残る、カレーだったんですよね。で、実はねこの硫黄岳山荘のカレー食べた時に、今まで実は3位が、上高地の徳沢園というね、山小屋があるんですけども、その徳沢園のカレー、手作りカレー、手作り野菜カレーかながね実は3位だったんですよね。でも、今回その硫黄岳山荘で食べたカレーのおかげでですね、カレーがすごく美味しかったんで、この徳沢園をねなんと一気に抜きまして、3位に見事に輝いたということで、本当にね意外とそのこのトップ3の中では標高もまあ、そこまでではないということで、意外とねアクセスしやすい、比較的初心者向けの、山小屋カレーかなということで、これね3位で、とてもおすすめのカレーなので、ぜひね八ヶ岳行かれる際は硫黄岳山荘のカレー、食べてみるとおすすめいたします。はい、それでは続けて第2位の発表になります。はい、第2位の発表ですけども、第2位は、鏡平山荘の、カレーになりますね。はい、鏡平山荘のカレーですけども、こちらはね、新穂高温泉からこう裏銀座方面、すごろく岳とかね、すごろく小屋っていうところにね向かっていく、際に必ずね、通る山小屋になりますね。で、こちらのね鏡平山荘なんですけども、結構ね小池新道というのが長くてですね、もう本当に砂漠のオアシスのような、もう疲労困憊でヘロヘロになってるところに、ちょうどねそのハイカーをね救済するようなところ、休みの最適のポジションに鏡平山荘があります。まあ、そんなね、ロケーションっていうところも手伝ってかね、本当にねここの手作りカレーがめちゃくちゃ美味しいです。まあ、カレー自体もね本当に美味しいんですよ。野菜もねすごく、具沢山のねしっかりめのカレー、しかもこう結構とろみのある感じのね手作り感満載のカレーなんですけども、いやー本当にねここ初めて食べた時めちゃくちゃ美味しくて、もう本当に疲労困憊ヘロヘロ状態でね、この鏡平山荘にたどり着いて、まあ、そのせいでめちゃめちゃ美味しく感じたのかなと思ってたんですけども、2回目ね2023年に行ったんですけども、まあ、その際に、
改めてその鏡寺山荘のカレーを食べたんですけど、間違いなかったと。本当にね、また2回目食べても全然美味しくて、まあ、1回目とね何ら変わりないね、あの美味しさでね、頭の中突き抜けるようなね、ものすごいね、美味しいっていうね、もう感動の、手作り野菜カレーで、いや本当にね、鏡寺山荘のカレーもおすすめです。ただね、ちょっとやっぱり北アルプス、鏡平っていうとですね、結構距離がありますんで、ここはね簡単に初心者の方がねたどり着いて食べれるような場所ではないので、ちょっとねやっぱりこう経験を積んでですね、しっかりと足作って、鏡平のカレーにね、チャレンジされることをお勧めします。まあ本当ね、やっぱり山やったらぜひ鏡平山荘のカレーもね食べていただきたい一つになっておりますので、超おすすめのカレーになります。はい、それではいよいよトップ1ナンバー1の発表になります。もうこれですよね。それでは発表をいたします。ナンバー1に輝いた山小屋カレーは剣山荘のカレーになります。いやー、剣山荘というのはね立山なんですけども、立山の剣岳にね登るときに、ベースキャンプというかベースの基地として、前泊してですね、そこから剣岳へこうアタックするというねハイカーさん、基本的にはね剣山荘も剣岳を狙ってるハイカーさんが多く、泊まられる場所なんですけども、ここのカレーがね本当に何だろうな、もう食べた瞬間にね幸せを感じるというかね、もうちょっと抜群に抜きに出て美味しかったんですよね。ちょっとねここの環境特別でですね、その食べたのが剣岳をアタックしてですね、下山時に剣山荘でこの手作り野菜カレーを食べたんですけども、やっぱりその剣岳って特別な存在なんですよね。すごくやっぱり別山尾根っていうルートっていうところがすごく険しいルート、厳しいルートっていうこともありまして、特にその上りはカニの縦ばい、下りはカニの横ばいっていうような、結構のね難所があるんですけども、こういったところをねこうクリアして、難関を突破して剣のね頂きを、踏むことができて、で無事にね戻ってきて最初に食べた一食目っていう、なんかねこう生まれ変わって食べたカレーっていうようなねところもねあるんですけども、こういったね何にも変えがたいような特別なスパイスがトッピングされてしまうんで、これはね本当に剣岳の剣山荘のカレーっていうのはちょっと他のねあのカレーとは比較にならないぐらい美味しく感じてしまったのかなと思います。じゃあ単純にねそのカレーの味じゃないんじゃないかみたいな話はあるかもしれないですけど、こればっかりはねしょうがないですね。やっぱり山小屋カレーっていうのはどうしても自分の足とねその体力を持ってねたどり着かないとね絶対に食べれないカレーなので、やっぱりここはね特別なスパイスがねどこのね山小屋に対してもねトッピングされてくると、ね、いうところっていうのはもうやっぱり山小屋カレー食べるこの醍醐味だと思うんですよね。いや本当にねこのナンバートップ3いずれもね本当にもう甲乙つけがたいめちゃめちゃ美味しいカレーなんですけども、ちょっと一つね頭一つ抜きに出たのが剣山荘の、手作りカレーだったということですね。いや本当にね山では、お会いしたハイカーさんたちにもねカレーがめちゃめちゃ美味しいんですよねみたいな話するんですけど、こればっかりはね本当に流木式めちゃめちゃ熱く語ってしまいますよね。はい、というわけで、トップ3ね、伊予岳山荘のカレー、ナンバー2が、鏡平山荘のカレー、華々しく1位に輝きました剣山荘のカレーと、トップ3が出揃いました。いずれもね本当に最高のカレーなので、ぜひ、チャンスがあれば皆さんにもね、山小屋でカレー食べていただければと思います。また感想なんかもね教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで、今回の動画は以上になります。この動画が良かったと思いましたらグッドボタン、そしてチャンネル登録もある方ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。